皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。今回の動画は二重の幅を広く見せるアイメイクのやり方をレクチャーさせていただきます。まず二重の幅が狭い人、奥二重の人は少しでもね、二重の幅を広く見せたいですよね。でメイクだけではなくってむくみを取るマッサージも効果的なので、ぜひね取り入れてほしいです。でむくみを取るマッサージのやり方は概要欄に載せていますので、よかったら見てください。今回二重の幅を広く見せるポイントであるのはオレンジのアイシャドウです。オレンジのアイシャドウは膨張色になるので、なんとね塗るだけで二重の幅が広く見えます。あとは黒目の上の部分だけに白色のキラキラしたものを仕込むことによって二重の幅が広く見えています。二重のラインが広く見えることによってデカ目効果があるので、二重の幅を広く見せたい方はぜひこのアイメイクのやり方を真似してみてください。で私自身二重の幅がそんなに広くないので、このやり方を取り入れています。では始めていきます。スタート。オレンジ色のアイシャドウを使います。濃いめのオレンジがおすすめです。チップを使って二重のラインを目安にオレンジ色のアイシャドウを入れます。続いてオレンジ色に合わせて肌なじみのいいベージュを使います。先ほどのオレンジをぼかすように二重のラインから徐々に目の上に向かって塗り広げると自然なグラデーションになります。最後は指を使って軽く撫でてぼかします。オレンジは膨張色になるので、このように目の二重の幅が広く見えます。続いてアイブロウパウダーを使います。濃い色とこちらのノーズシャドウを混ぜて二重のラインをなぞるように入れていきます。ダブルラインで二重がくっきりします。続いてシルバーの大きめのラメのものを使います。正面を見て黒目の位置を確認したら黒目の上の部分に塗ります。二重のラインをオーバーしないように塗ってください。このようにキラキラは膨張させる効果があるので二重の幅が広く見えています。ラメが大きいのに抵抗がある方は白色のパールのハイライトがおすすめです。アイラインに移ります。まぶたを引き上げるとこのように粘膜が見えるので、ここにインラインを引きます。続いてまつげとまつげの間を埋めるように細くアイラインを引いていきます。アイラインは太く入れてしまうとまぶたの幅が狭くなるので、目尻だけ太くすることをおすすめします。向かって右側が太めに入れています。眉毛に移ります。眉毛は直接的にね二重の幅を広く見せる効果はないんですけれども、目が大きく見えるように短めに仕上げるのがポイントです。小鼻と目尻を結んだ延長線上内にするといいです。続いてハイライトに移ります。ハイライトを目頭と目の下に入れます。眉毛の下のハイライトは細めに入れます。この時に広く入れてしまうとまぶたが膨張してしまって二重のラインが狭く見えてしまうので、細めに入れましょう。特に奥二重の人は下まぶたの目尻で色をつけて遊ぶメイクがおすすめです。今回はオレンジ色にしましたが、ぜひねピンクとかブルーとかグリーンを使って遊んでみてください。デカ目効果のあるまつげはしっかりと上げていきます。そしてマスカラを上下に塗ります。二重の幅を広く見せるアイメイクの完成です。オレンジのアイシャドウを使った時はリップとチークもオレンジに合わせるとバランスが整います。奥二重、幅が狭い二重さんにおすすめのメイクはカラーアイラインを目尻に入れるのがとってもおすすめです。派手になりすぎないのでおしゃれな目元になるので、ぜひね目元を活かしたアイメイクもやってほしいと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。少しでも参考になれば高評価ボタンとチャンネル登録、そしてコメントリクエストお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。